こんにちは、風波雷です。琴の葉促進メソッドの4回目をお送りします。今回のテーマは俳句の続きです。前回は小林一茶の俳句を紹介いたしました。今日は川東碧梧という俳人の句をご紹介します。赤い椿、白い椿と落ちにけりという俳句、おそらく多くの方がご存知かと思います。非常に有名な俳句ですし、教科書で教えられたという人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私自身もそうです。で、今日はですね、実はこの川東碧梧だけではなくて、近代現代の俳句の名作を紹介するつもりでした。名作を例えば二十三十と紹介するつもりだったんですが、いろんなネットで調べますとそういう、俳句は、出てきますけれども、その中に、赤い椿、白い椿と落ちにけりという俳句が出てまして、懐かしいなと思うとともにですね、今更ながらに、いい句であると感じたので、あえて、今回はこの一つに絞って、お送りしたいと思います。結構一つの、俳句でいろんなこう思いが湧いてくるというか、そういうことの参考になればと、参考にしていただければと思います。で、そのためにですね、今朝なんですけれども、この赤い椿、白い椿と落ちにけりについて、私なりの感想というか、それを、自分のブログにアップしてみましたので、読んでいただけたら幸いです。この川東碧梧、この、知ってる人は別として非常に変わった名前なんですけれども、その名前は変わってるんですけれども、赤い椿、白い椿と落ちにけり、この俳句を覚えてしまうと、普通に川東碧梧の、俳句だということで、馴染んでしまうというか、そういう人が多いんじゃないでしょうか。私自身も普通に、今ちょっとさらにネットで調べてみますと、簡単に川東碧梧のプロフィールを見たいんですけれども、当然、本名はですね、川東、平五郎という、そうですね。配合ですね、その、碧梧というのは、そういうことです。で、それは、ともかくとして、赤い椿、白い椿と落ちにけりなんですけれども、注目していただきたいのは、彼が、24歳の時に、作った、俳句だということで、川東碧梧は1873年、明治6年に生まれて、1937年に、昭和12年ですね、12年に、死去されています。正岡子規の弟子で、高浜虚子、この人はさらに有名な、
俳人ですよね。で、高山虚子とともに式門下の双璧と称されたそうです。まあそれくらい優れた、俳人であったわけですね。まあその式がですね、碧梧桐と虚子について、虚子は熱きこと火のごとし、碧梧桐は冷ややかなること氷のごとしと評したそうです。まあさすがですね、なんか正岡子規のこの、弟子に対する評価というのも、なんか凄まじいというか、すごい評価の、まあそれぐらい優れた弟子だったということですね。こう優れていないとこういった評価はできないと思います。繰り返しますと、虚子は熱きこと火のごとし、碧梧桐は冷ややかなること氷のごとしと評したそうです。まあ冷ややかなること氷のごとしという評価が、この赤い椿白い椿とおちんけに見えているかはまあ別ですけれども、では、早速赤い椿白い椿の解釈、まあ悔いですね、俳句の意味に入っていきたいと思います。で、これを、教科書でですね、まあ、学校の教科書に載っていて、学校の時に学んだことがある、という方は、ちょっと思い出していただきたいんですけれども、どういうふうに教えられましたかね、その先生に。で、私も実は教科書でこの俳句を習って、今朝ほどもこう思い出しておるんですけども、まあ、いろんな解釈があって、どういうふうに、あなたは、感じておりましたかっていうような教え方だったと思うんですけども、実は、いろいろ調べていきますと、大きく分けるとですね、2つのグループに分かれると、その評価の仕方が、評価というかその俳句の解釈の仕方が。で、もう一回読みますよ。赤い椿白い椿と落ちにけり、これをどう取るかですけれども、2つの意見に分かれて、まあ一つはですよ、すでに地面に落ちてしまっている椿を見て四択であるとするものですね。要するに、白い椿の木と赤い椿の木があって、まあ多分並んで、立ってるんでしょうけれども、その、木の下にまあべっとりとというか、敷き詰められたようにと言いますか、赤い椿白い椿がこういっぱいもう散っていると、その散ってしまった地面に落ちている、椿の花を見て、読んだ句であるとするのが、まあ、一つ目のグループの解釈で、二番目は赤い椿がスッと落ちてと、間もなく次に白い椿がスッと落ちたと。で、その動きを見て四択であるとする。それが2番目のグループの解釈なんですね。どうでしょうか。どちらと取りますか。まあ、これはまあ意見が分かれるでしょうかね。まあ、その、分かれるんでしょうね。その、専門家でも、この2つのグループに、分かれるわけですね。で、まあ、ブログには、高山虚子の解釈、とか、そういった、3人の専門家の解釈について、引用してみましたので、見ていただきたいと思います。で、
まあ、いずれにせよですね、まあ、その結論的なことは、まあ、それはご自身で感じ取っていただきたいんですけれども、要するにその言葉のこの組み合わせによって、まあ、これほどまでにですね映像が浮かぶというか、想像させる。で、まあ、まあそれをまあ、想像させるだけでなく感動まで、持って いくというような、その言葉の力ですね。それをまあ、これが作られたのが、明治ですから、今に至るまでですね、ずっと、語り継がれてきている名作なわけですね。で、その、名作であるゆえんがですね、まあ、この遺言をですね、この俳句から読み取っていただけたらと思います。で、まあ、素直に、好きになるというか、ああいい俳句だなということで、こう記憶にまた、残っていくと、こういった、言葉の組み合わせによって鮮烈にですね、鮮明にですね、イメージを読者に伝えるっていう、まあ、この俳句までいかなくてもですね、普通のブログの記事ででもね、十分に、そういったイメージを読者に伝えるっていうことのこうヒントというか、まあ、それはもうこういう俳句を覚えていただいて、暗記していただいて、まあ、知らぬ間にというか、無意識のうちにふっとこう、違う表現で、なんか読者に鮮明なイメージを伝えるということがこうできるようになってくると思います。で、まあ、その、わ、すごいな、こんなに鮮明なイメージが伝わってくるのかっていうような経験が重ねていくことが大事ですね。そうすることによって、ご自分もご自分ならではの方法で表現できるようになっていくと思います。で、これが、現代俳句、近代俳句というものの入り口となってですね、いろんな俳句、まあ、最初に述べましたけれども、俳句の、名作とか、メイクかな、そういうようなキーワードで検索していただければ、ネットでも無料で読めますので、でそういう時に、教科書で昔学んだなみたいなのと、再開するとか、また新しく読んでも、次々にこういいなというふうに感じていただければですね、まあ、一日そんなに時間のかかることではないですから、まあ、言葉の田植え、まあ、これも、大事な言葉の田植えの一つでありますので、続けて、いただきたいと思います。で、私のブログの記事の最後にですね、私が感じた、まあ、専門家の解釈もあるんですけども、私はこう感じましたという感想も書いていました。それも、あ、こういう感じ方もあるのかという参考にしていただけたら幸いです。で、4回目のことの葉促進メソッドは以上となるわけですけれども、言葉の田植え、要するに自分がいいなと思った、言葉を、まあ、大学ノートに書き出して、まあ、読む、まあ、短いものだったら暗記する、まあ、これも義務感ではできないので、いいなと思ってですね、自然にこう、気づいたら、暗唱していたみたいな、状態がベストだと思いますので、それをこう、好きになっていただくということがもうまず第一で、好きでないととても、言葉の対応は義務感ではできないんですけども、それがこう
積もり積もってくるというか、言葉の田植えを続けていますと、ある時ですね、面白いほどですね、そのいろんなこう表現が、ただ普通に素朴にこう日記を書いてきたものが、まあ文学的というんですかね、なんかそれをこう、今日はこう言葉の組み合わせで、鮮明なイメージを伝えるということを学びましたけれども、そういったことも、できるようになってきます。ですから、まあ、地味な作業かもしれませんけど、1日5分10分15分といった時間を使って言葉の田植えというものをぜひ続けていっていただきたいと思います。それが、将来的には自分にしかできないオリジナル表現というものに、つながっていくと思いますので、楽しみながらですね、続けていただきたいと思います。まだまだこの、言葉の田植えシリーズは、続けて、こういったものを読んでみましょうというような、ご提案をさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。ぜひ、言葉の田植え楽しんでくださいね。それでは言の葉促進メソッドの4回目を終わります。またお会いしましょう。